ベネフィットワンは、上場2社から DOB。今後はどうなるこんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマは、ベネフィットワンの株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは、 ベネフィットワンの企業分析からベネフィットワンは主に企業や観光庁向けに福利厚生代行サービスベネフィットステーションを運営する会社です疾病予防のための健康支援を行うヘルスケア事業など幅広い会員制サービスを提供しています実はパソナグループの子会社でもあります主力の福利厚生事業では 提携する宿泊施設やスポーツクラブなどの余暇の充実から、育児・介護を含む生活支援まで、会員の企業や観光庁の従業員に様々な福利厚生メニューを提供しています。入会した企業及び観光庁からは、入会金や月会費を徴収。このほか従業員のモチベーション向上を目的とし、 報奨金などをポイント化して管理・運営するインセンティブ事業やヘルスケア事業健康診断や保険指導などの健康支援サービスを提供するヘルスケア事業そして決済事業なども行っています23年3月期の売上構成費はこのようになっています福利構成事業が全体の6割パーソナル事業が4% CRM 事業2%ヘルスケア事業19%インセンティブ事業7%購買生産代行事業2%海外事業が4%です創業以来ベネフィットワンではユーザー定額課金型のサービスマッチングを展開することで独自のポジションを確立してきました。 サプライヤーからの広告収入やコミッションを収入源とする一般的な無料マッチングサイトに対し b e n e f i t o ではユーザーからの回避収入を収入源とする有料マッチングサイトを展開ユーザー課金という安定収入があるためユーザーに対して卸売価格での安いサービス利用料金を提示することが可能です サプライヤーからの手数料収入に依存しないことで公平かつ中立的な立場からユーザー目線でのサービス評価も可能今回そのベネフィットワンが株式市場で密かな注目を集めていますそれは医療情報サイト運営の M3 と保険の第一生命ホールディングスがそれぞれ DOB を表明する事態となっているため福利厚生代行は 企業のコスト削減ニーズを捉えて成長してきました人手不足が続く近年では人材確保につながるサービスとして再び脚光を浴びています医療情報サイト運営の M3 は23年11月ベネフィットワンを約1400億円で買収すると発表 TOB を実施して親会社のパソナグループなどから 株式の5割超を取得する見込みでした。ベネフィットワンの顧客基盤を活かし、健康経営サービスの事業を拡大するとしています。買い付け価格は1株当たり1600円。これはベネフィットワンの23年11月14日終わり値を4割以上上回るものでした。この時、株価は足元で大きく下落しており、 1600円でも2月につけた年初来高値2390円からは3割以上安い価格でした M3 が提示した買い付け期間は11月15日から12月13日までその後12月に入り第一生命保険ホールディングスがベネフィットワンの買収に向けて異例の対抗 TOB を表明 今回の買収提案は第一生命の経営陣はパソナ側と事前に接触しておらず買収に向けた協議をこれから本格化させるということでベネフィットワンの事前の同意を得ていません事前同意を得ずに TOB を表明することは日本の株式市場ではまだ事例が少なく過去には今年23年のニデックによる滝沢の TOB 2006年の王子製紙による北越製紙の TOB 表明などがありました今回のパターンは2020年に d c m ホールディングスが同意を得た TOB に対しニトリが対抗提案をし島中買収をした件と似ていますベネフィットワンの今の親会社であるパソナグループは M3 の TOB に応募する契約を結んでいます ただし M3 の価格を上回る提案が出た場合はパソナは M3 と協議を申し入れることができるようになっていますパソナは当初の契約通り1株1600円で M3 の TOB に応じることもできますが高値での売却機会を逃したとしてパソナ株主からの反発も予想されますパソナは現時点では M3 との契約に基づいて対応を検討する ととすするにどめていますでは今後の焦点はというと M3 が第一生命に対抗して TOB 価格を引き上げるかということが大きな焦点となりそうです他の買収提案も出てきてベネフィットワンをめぐる争奪戦になる可能性もでは続いてベネフィットワンの決算分析です現時点でのベネフィット1 配当利回りは、配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合、ベネフィットワンの現在の配当利回りは1.9%、配当の推移はこのようになっています、年間の純資産配当率を10%以上。 配当成功70%以上を目標に24年3月期は1株当たり36円の配当を予定しています続いて PER 株価収益率です株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断ベネフィットワンの現在の PER は45倍です 続いて PBR、株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標。コロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。ベネフィットワンの現在の PBR は13.0倍です。続いて売上成長率。直近5年間で、 年何パーセント売上が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。ベネフィットワンの過去5年間の売上成長率は5 7。.7%。続いて営業利益率です。直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか？7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断します。 ベネフィットワンの23年3月期の営業利益率は24.7%。続いて営業利益の成長率です。直近5年間で年何パーセント営業利益が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。ベネフィットワンの過去5年間の営業利益の成長率は11.0%。続いて生産性です。 従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか、300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。ベネフィットワンの23年3月期の生産性は943万円でした。最後に ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。 10.6%以上を日本株の平均以上と判断ベネフィットワンの23年3月期の ROE は30.8%続いてベネフィットワンのチャート分析ですこちらは2023年1月以降の株価の推移ですこれを見ると M3 の TOB が発表されるまではひたすら右肩下がりだったことがわかります その後、11月、12月とそれぞれ、M3 第一生命からの DOB が発表され、株価は一気に年初来の水準に。こちらは少し長い週足のチャートです。これを見ると、21年後半、11月には株価6000円を超えた時期もありました。この当時、第一四半期から増収増益。 コロナワクチン接種支援などでヘルスケア事業がとても堅調で上期の経常利益が前期比5割増などコロナ禍による業績と株価の勢いが連動していましたでは長期はというと長期的に見てもコロナバブルのような一時的な盛り上がりはあったものの基本的には株価1,500円から2,000円の間といったところです ここまでを一旦まとめるとベネフィットワンは直近23年は年初から下落が続き11月以降の TOB で株価に変化が訪れています長期的にはコロナ時の特需で株価もバブル22年最高益でその後は2年連続減益が続いています M3 と第一生命の TOB に今後も注目 24年3月期は1株当たり36円の配当で配当成功は70%純資産配当率は10%を目標としていますということでベネフィットワンの株価予想ですウェルの個人的な株価予想は1912円から1800円まで下がると予想します以上です高評価・チャンネル登録を ぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を